はーい、シャバー。はい、ということで始まりました産業企画第2回目でございますけれども、はい、ちなみに今のオープニングのはーい、シャバというね挨拶をさせていただいたんですけど、これはあの産業のいちご王国の言葉でこんにちはを意味しております。はい、何言ってんだって思ってるかもしれないですけど、おのも調べてください。他にもいっぱいね、いちご王国の言葉ありますから、王国の言葉があるんですけども、まあ、今回第2回目はそれぞれの推しキャラクターのちょっと魅力を見てもらおうかなと思いますので、それぞれのお気に入りのグッズ、はい、ベスト3をねちょっと上げていただこうかなと。はい、やはりそもそも出てるグッズが少ないというところもあって、いいなと思っているものって、1個目がもうそれやないかい、かわいいトートですね。トートバッグね、かわいいね。ちょっとあのブリブリすぎないこの色合いがいいなって思って。なるほど、いいよね、この大人が使いやすいのなんですよ。そうなんです、やっぱ我々が使っても違和感ないような、そこやっぱおじさんは気にしますからね。めちゃくちゃね、これ今日僕普通に背負ってきましたけど、別に違和感ない、ちょっとアンティークっぽい感じのデザインが ね結構メロプのグッズ、このね淡い水色と淡いピンクをベースにしてるケースが多くて、ね、なるほど。ちょっと中は逆に裏地がピンクだった。ああ、それいつぐらいに出たこいつは。プライズいつだったっけな、いつだったっけな、いつだったっけな。でもプライズじゃないそれ。どこでどういう時期に販売されてたものか、ちょっとあのコメントをください。あとまあペン2種。ペン2種。ペン2種。あのね、僕は実用性のあるものが好きなんです。なるほどね。すっごいわかる。はい。僕はこれで普通にネタ書いたりとか、スケジュール帳書いたりとか。いいね。これは割と最近のやつなんですね。そうですね。なんか最近この他のキャラクターでも、いろんな種類、結構いろんな種類出た中の1個で、そうだよ、まあ、メロクが出てるパターンでやっぱね、その複数キャラがあったとしても確かに、ね、最近だとこれともうマンポ系ぐらい。あ、もう一つは、まあ、ちょっとこれ一応おタオルですね。タオリングじゃないですか。ケールね。タオル開けてないんだ。これだけは2つあるので、1個は保存用として、1個保存用としてこれ袋に入れてるので、今日もこの後おタオルか。はい、これ数少ない、数少ない、いいね、デカデカとメロクが、はい、なるほど、この3つってことね。はい、今回はこの3つを紹介します。まあ、メロクただでさえ数がね、数が少ないから、はい、今日本当に僕だけは全種類紹介しても時間も同じぐらいあの布で自分で独自でファッションね、メロクのファッションを作ったりとかもしてるから、それも改めて紹介してくださいよ。はい、全然うまく入んねえじゃん。どれから紹介しようかなっていう話なんでございますけれども、ここからいこう。わー、これです。はい、もうビッグサイズ黒美さんです。これね、あの発売されたのが確か一昨年ぐらいで、バンダイさんの公式ツイッターの企画で、あのね、マイメロちゃんと黒美様の人気投票対決みたいな企画をやってたんですよ。そうで、これがね、やっぱね、この子もともとマイメロちゃんのライバルキャラクターとして登場してるっていうのがあるんで、まあ、結構ことごとくマイメロちゃんと比較されがちな立ち位置にいるんですけど、いまだにね、マイメロちゃんには勝ったことがないわけですよ。まあ、仕方ないというか、まあ、ビートルズとストーンズのあれみたいな感じで、結局何やってもビートルズが勝つみたいなところと似てるんですけれども、はいはい、そんな中ですね、そのバンダイさんの公式ツイッターでそのマイメロちゃんと黒木様の対決において、うん、黒木様は勝ったんですよ、人気投票で。勝った記念としてこのビッグサイズのぬいぐるみを発売しますよっていうことだったので、ね、そう、まあこれ本当はパソコンのあのキーボードのやつもここにあって、要するにここに載せて自分でこうパソコンでね作業できるっていうやつなんですけど、まあちょっと家にあるんだけどね、ちょっとあれがね黒ずんじゃって今日持ってくのやめました。あ、このシンプルスタイルの黒美様が大好きなの で、はい、でこのサイズなの で顔面のクオリティも非常に高いぬいぐるみなので、僕はこれがとても気に入っているという感じでございます。あ、いいですね。いいでしょう、はい、シンプルがいいから、そのたまにあの洋服を着た時の良さがさらに出たりもする。そういうことなんですよ、ね、音がいいんですよ。音がいいからやっぱ結局このシンプルにねたどり着くっていうことがあるんですよね。素材が輝くんですよ、ね、触らないです。あ、触らないです。やめてくださいね、二度とやめてくださいね。二度と。これがまあ1個目なんですけれども、2つ目がですね、はい、まあ、これかな、悩んだんだけどこれかな。ああ、
これね、まあ、割と最近のシリーズなんですけど、ツンデレカフェシリーズというシリーズのクロミ様のクッションなんですけど、まあ、やっぱクロミ様といえばもうツンデレなわけですよ、うん、やっぱ普段はちょっと悪ぶってるけど心の中身はすごく乙女みたいな、はいはい、そういうところが、まあ、この方の美味しいところでもあるので、はい、うん、実は一つで二つ美味しい仕様になっておりまして、なんだってね、え、これ見てもらうの、まずこのツンでしょ、この顔、はい、これを裏返すと、はいはい、出れるんですね、これね。なに、やっぱ二面性のあるクロミ様だからこそのグッズですよ、うん、ヘアピンしてる、そうなんだよ、これまたもう装飾がまた可愛いんだよ、ね、可愛いですね、マロさんの二面性もありますよ、ちょっとやめてマジ、はいはい、ツンとデレの顔、マロさんあるんです、え、本当にこれ見たことないけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ひっくり返します、せーの、マジで許さねえ絶対に許さねえ普通に後で先輩後輩として切れるからそこそこの先輩として普通に切れるから、まあ、そんな感じで、もうあと1個あるんですけど、はいはいはい、こちらなんですけれども、はい、まあ、これ厳密に言うと、まあ、クロミ様のグッズというわけではなくて、うん、あの正式に言うとキティちゃんのグッズなんですよ。これキティちゃんが40周年の時のハグシリーズといいまして、まあ、いろんなキャラクターとキティちゃんがこうハグしているシリーズのぬいぐるみの一つなんですけど、まあ、これ本当シンプルにね、僕の中のまあ推しキャラクターのまあ1位2位のキャラクターでもあるので、この2人がもうこうハグしているっていうのがもう僕にとってはもう非常にこう尊いわけですな。夢コラボってことですね、うん、夢コラボっていうことです。なんかメルカリチックなやつで、あ、うん、見つけてくださいっつってもらったやつなんですけど、電話手に入ってよかったっすね。いや本当にこれ何かのきっかけでネットに画像かなんかで見て絶対欲しいって思ったんで、うん、よく、まあ、手に入ったんですけど、いい席、そうで、これがね、そのキティちゃんが、まあ、相手 の、 そのハグしてる相手のキャラクター の、 あの格好をしてるんですね、これ、うん、まあ、マイメロちゃんだったらマイメロちゃんのズキンをかぶったりとかしてるんですけど、ミミィちゃんとハグしてるやつがあるんですけど、あのミミーちゃんのハグしてるやつだとキティちゃんはね、なぜかキティちゃんの上にキティちゃんの被り物をしてるっていうちょっと不思議な、一個だけ不思議なやつがあるんですよね。完全にネタですよミミーちゃんのやつじゃなくてキティちゃんがキティちゃんのやつを被ってるっていう、リボンが二重になってるっていうね、謎のやつもあったりするんですけど、まあ、これがまあ僕のまあ3つのグッズかなという感じでございますね。めっちゃいいっすね。そう、最初に言います、はい、マジで悩みました。そりゃ悩みますよ。僕ですね、ここで言っちゃいますけど、うん、僕シナモンのグッズの数でギネス記録取ろうと思ってるぐらい結構あるんですよ。あるよね。ギネス申請するつもりです、マジで。お、言っちゃうのそれ、はい、まあ、これも言っちゃいます。ちなみにその差し支えなければ、はい、全部で何個あるという、今脱いで650ぐらい。脱いだけで。で、まあ、クリアファイルとかだと本当に 1000とか出したのいろいろいっちゃうんで、文房具とかも含めたら結構な数になるんですよ。だからそれこそ、僕の YouTube 過去の動画で一回出してるんですけど、あのキティちゃんのファンの方がいて、71歳の、そう、あの方はまあギネス記録持ってるんですけど、あの方が確か5000個とかだったんですよ。そう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 、そのぐらいの数でギネス申請してるんだけど、そうなんです。あの方をニュースで見て、うん、すげーと思って、うん、その夢じゃないですか、サンリオキャラでギネス取ったんですよ。そう、いや、あれはマジで俺の希望でした。いや、希望よ。僕本当にファラオさんに一時期素敵なあだ名をいただいたことがあるんですけど、うん、爆買いモンジローって言われた。よく覚えてた爆買いモンジロー言われたのによく覚えてた。結構買っちゃうんですよ。よくサンリオショップとか一緒に入るんですけど、やっぱね、出てくるときね、抱えてる袋の量、店にある量以上だからそんなわけないでしょ。明らかに、はい、そのグッズを集めるのが好きなんですよ、うん、そもそも可愛いの家にも来たくて、うん、熱があるんですよ、グッズに対しても、うん、で、今日持ってきたやつは1個だけはちょっとどうしても持ってくるのが怖くて、門外不出のやつがあるってこと、ね、そうなんです、ちょっと持ってきて、もし壊れたらっていうのがあって、そこだけ避けたくて。モナリザみたいな扱いのグッズがあるんですね。そうなんです。1キャラ目は、うん、もうご存知の方も多いかもしれないんですが、このアイドルシナモンですね。今シナモンはですね、ジュノンボーイに
なりまして審査員特別賞を受賞したんですね。シナモロファンクラブがね、あのシナモロール王国というのがあるんですけれども、そこのシナモロール王国の人だけが買えるグッズなんですよ。なるほど。で、なんでこれを持ってきたかっていうと、新しいグッズではあるんですけど、やっぱりそのファンクラブの人しか購入できないとか、やっぱりシナモンがその夢を叶えた、ジュノンボーイになった、アイドルになったっていうのがあまりにもめでたいので、僕かなりこの子に思い入れがあって、だからこの子は絶対紹介したいと思って。なるほどね。なのでアイドルシナモンはこれからも頑張るので、で僕はこの子と絶対一緒にねステージ立つので、ちょっとね、その思いも込めてちょっと今日は持ってきましたね。さらっとねジュノンボーイになったって言いましたけど、すごいことだったね。ね、キャラクターがなるっていうね。キャラクターがジュノンボーイだっていうね。そう、モカちゃんが履歴書出してね。そうそう。すごいんですよ。その辺もなんかあるあるなんだね。他人がどうなんですね。そうなんですよ。お姉ちゃんがとかね。ジャニーズとかでよく聞かれちゃうもん。そうですね。タツネが。タツネ。これです。おこの子なんですけど、シンプル、シンプルなんですけど、実はこの子にさっき話した付属品がついてまして、この子はあのシナモンの10周年の時に出た商品なんですけど、この子と実は僕一番多く一緒にお出かけをしてて、なるほど、ね、この子と旅をしまくってるんですよね。だからその連れてってシナモンをよくしてるんですけど、一番長く一緒にいたシナモンとね。そうなんですよ。最後はちょっともうマジで超宝なんですけど、超宝この子です。お2回目か3回目に手に入れたシナモングッズ。中学生ぐらいですね。はい、お頑張ってお金をあのお年玉とかで買った時期だったと思います。頑張ってお金を貯めて買った子っていう記憶があるなっていう感じ。あで、なんでこれかというとですね、はい、これプッシュって書いてあるんですよ。これちょっと、お見せします。はい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 、うわすげえ、めっちゃ可愛くないですか。めっちゃ回るじゃん。連れて行きます。ああ、これはこれあれこれ、これこういうこういうやつ違う、こういうやつ。ちょっと待って、あの電池が電池の問題ですか。電池かもしれないですね。なんか緊張してんね、やっぱシナモン。あ、やっぱシナモン緊張しちゃってるのか。そう、これあの僕がその好きになったきっかけの CM の歌なんですよ。だからちょっとこの子はもう宝だなっていうところですね。いいじゃない、なるほど、はい、なんかやっぱ各々ちょっと思い出というかね、お気に入りがこうやってあるわけですけれども、まあ、でもこれからもまあやっぱり、ね、どんどんそういう思い出のグッズとかも、ね、増えていくと思うんでね、はい、またなんか機会があればちょっと改めて紹介させていただこうと思います。はい、今週はこれにて終わりになります。はい、また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ドロンドロン。サンリオファン向け豆知識のコーナー。このコーナーはですね、普通の豆知識とは違った一歩踏み込んだサンリオの豆知識を皆さんにお届けしたいと思います。ということなので、一般の人は全然ついてこれないとは思うんですが、サンリオファンの皆さんだけがあーそうなんだとうなずいてくれればと思いますので、では行きますよ。タキシードサムの初期の頃の名前はペンギン。はい、はい、そうなんですよ。タキシードサムね、サンリオファンの皆さんご存知ですよね。あのペンギンの人気のあるキャラクターですよ、はい、あのキャラクター一番最初の頃の名前ペンギンだったんですよ。知ってたフィギュア。いやー知らない、超ネクタイの数しか知らないですね。超ネクタイ365本持ってるタキシードサムですよ、はい、しか知らないですね。そうでしょう。ペンギンのキャラクター初期の頃シンプルにペンギンっていう名前でね、あの実はサンリオ他にも結構木馬の見た目で名前が木馬だったりとか、キリンの見た目で名前がキリンっていうキャラクターもいたりするんですけど、それと同じ種類のキャラクターだったんですよ。よかった、変わって、そう、名前が変わってよかった。80年代初頭ぐらいにタキシードサムという名前がついて人気が出てったっていう、そんなキャラクターなんですね。これあのサンリオファンの皆さん、よかったら明日から周りのサンリオファンに使ってみてください。私、松本健一から皆様にお願いがあります。現在サンリオ愛してる男子オーディションというものに参加しております。1日1票投票ができますので、ぜひ投票のご協力をお願いします。このオーディションに上位5名までに入りましたら僕の夢が叶います。その夢は全てノートに書いてありますので、そのノートのリンクも概要に貼ってあります。ぜひ皆様のお力を貸してください。ご協力のほど
お願い申し上げます。